キンプリヘイヤ仕様の同定発言についての真相を探る。こんにちは、ジャーナリストの、あなたの名前、です。本日は、ジャニーズの新生である、キング・リンチェプリンス・トゥー・シー・アイの、ヘイヤ仕様さんにまつわる驚きの出来事について報道いたしますマッなぜなら、彼の最近のトーク番組出演における一言が、ネット上で大きな騒動を引き起こしたからです。 ヒラノシさんが童貞ですと発言したとされ、その発言がツイッターで話題になり、ファンの間で議論を読んでいます。この記事では、その真相を明らかにし、一連の出来事について探求していきたいと思います。ヒラノシさんとはまずはじめに、ヒラノシさんについて簡単に紹介しましょう。彼はジャニーズの新グループ、キング、リンチェプリンス、 メンバーで2018年5月にデビューしましたタップ。デビューシングルシンデレラガールは初週で57万枚を売り上げ TBS 系ドラマ花のチャレから花男ネクストシーズンからの主題歌となりました。また、このドラマではかぐらぎハ役を演じ、その演技が高く評価されています。さらに主演映画ウビラブ。 の公開も控えており芸能界で注目の若手俳優の一人として活躍しています。童貞ですという発言驚きの出来事は平野志耀さんが出演したトーク番組での発言に起因しています。 番組では最近気になって仕方がないことをテーマにトークが展開され、女優の浅野ゆう子さんが若者がプライベートな情報を公表することに驚いていると告白しました。これに対して平野さんは雑誌インタビューのプロフィールでも全く嘘をついていないと語りました。その後、司会の明石屋さんまさんから好きな食べ物は何にしているの と質問され、平野さんは青肉と濡れをかきですと答えました。この回答に対してスタジオから笑い声が上がり、さんまさんは、キンプリやろ。疑問符お前、と突っ込みました。しかし、平野さんは次の瞬間に、童貞です。そうです、と発言したとされます。ツイッター上の反応後の、童貞です。 という発言に対して視聴者やファンからは驚きと笑い声が上がりました。ツイッター上では様々な反応が見られました。一部の人は平野紫耀さんが本当に童貞であるのではないかと考え驚きのコメントを投稿しました。一方でその発言は聞き間違いではないかと疑う声も多くツイッター上では次々と議論が交わされました。 ここで、平野潮さん自身の意図や発言の真相について考えてみましょう。彼はテレビの字幕でも、どうです、そうです、と表示されており、周りの人々もその発言を、どうです、疑問符と驚いた様子で受け取っていました。平野さんは後に、そうです、と言い直していたことから、彼が本当に童貞であるかどうかは疑問です。むしろ、 彼の天然キャラクターが原因で発言が誤解された可能性が高いと言えるでしょう。ネット上の拡散と影響しかし、問題の発言がトーク番組から切り取られ、動画として拡散されるとネット上で話題になりました。検索欄に平野市用と入力すると平野市用、童貞というキーワードが関連候補に出てくるようになり、 これが一部のユーザーに誤った情報を広める原因となりました。ツイッター上では、同定という発言に対して笑いや驚きの声が広がりましたが、一部の人々はこの情報を信じ込むことなく、その真相を疑問視しています。平野志耀さんに対するファンからのコメントも多く、彼のキャリアや個性についての議論も活発に行われました。 結論平野紫陽さんの童貞ですという発言がネット上で話題となった一件について我々はその真相を探りました。発言の背後にはテレビの字幕や周りの人々の反応から彼の天然キャラクターや発言の誤解があったと考えられます。 一部のユーザーがこの情報を信じ込むことなく、冷静にその背後にある事実を理解しようとする姿勢が見受けられました。最終的には、平野志洋さんは自身の発言を、そうです、と訂正しており、同定であるかどうかについては疑念が晴れたと言えるでしょう。この出来事は、ネット上で情報が拡散する際に生じる誤解や誤情報の危険性を示すものでもあります。 私たちは、情報を受け取る際には、冷静かつ慎重に検証する姿勢を持つことの重要性を改めて認識する機会となりました。